セガゲームスが送るハイスピードアクション、ソニックフォース、と、美味しいスイーツが食べ放題のスイーツパラダイス丸井錦糸町店のコラボにより、2017年11月3日から12月14日までの期間限定で絶賛オープン中な、ソニックカフェ。そのソニックカフェにて、ゲーム発売日となる11月9日に行われた、メディア向けの試食会の様子をリポートする。プロデューサー、そしてスペシャルゲストも美味だと太鼓判を押した、コラボメニューをチェックしてほしい。ソニックフォース、プロデューサー中村俊氏、左、とタレントの立花ゆりかさん。ソニックカフェ、名だけに、店内のあちこちにはソニックたちの姿が、EGM もゲーム中の楽曲とあって、まさに、ソニックフォース、一色となっていて、ファンならば足を踏み入れただけでワクワクすること間違いなしだ。試食会には、本作のプロデューサーであるソニックチームの中村俊氏と、元アイドリング、のメンバーでタレントの立花ゆりかさんが来店。まずは二人による試食が行われた。テーブルにずらりと並べられたコラボメニューのカラフルさに立花さんが早くもテンションアップする中で、試食はスタート。ソニックのブルーブーストカレーを口に運ぶと、色は多いけど、カレーの味で不思議。味はクリーミーでお子さんでも食べやすいと思います。続いて、テールスのきつねうどん。お食した中村氏は、テールスなので、ひねらずきつねうどんです。食べると機械に強くなれるかも、とつるり。エッグマン帝国のスコッチエッグは、ゲーム中に登場する巨大人工衛星、デスエッグをイメージしているとのことだ。立花さんは、周りのトマトソースも美味しい、と笑顔でコメントした。デザート系フードは、インフィニットの杏仁プリン、と、アバターのカスタマイズパンケーキ、の2種類。前者はゲーム中の強敵、インフィニットの攻撃である赤いキューブをゼリーで再現したユニークな一品。後者は、容姿や能力をカスタマイズできるプレイヤーキャラクターアバターを模して、シロップやカラースプレーといったトッピングで自由な味付けが楽しめるのが特徴。いずれもゲーム内の要素を上手に取り入れたメニューだが、すべてセガとスイパラとで考案したとのことだ。立花さんはパンケーキに付属のチョコペンで、ソニックフォース、と一筆。キャラクターを書いて SNS にアップしても楽しそうだ。ドリンクメニューはバラエティに富んでいて、クラシックソニックの音速ソーダ、ナックルズの大隊長ドリンク、シャドウの究極ドリンク、カオスのゼリーサイダー、アバターのピンクカスタマイズドリンク、アバターのグリーンカスタマイズドリンク、と全6種類。アバターの音あるものは、パンケーキ同様にカスタマイズ用トッピングと一緒に提供される。ナックルズの大隊長ドリンクを飲んだ中村氏は、気合が入るみ、だとガッツポーズ。なお、各メニューのついているキャラクターがプリントされたウエハースは食べられる。ソニックのブルーブーストカレー。左上から、インフィニットの杏仁プリン、と、アバターのカスタマイズパンケーキ、テールスのきつねうどん、エッグマン帝国のスコッチエッグ。6種類の個性的なドリンクメニュー。左上から、アバターのピンクカスタマイズドリンク、カオスのゼリーサイダー、シャドウの究極ドリンク、アバターのグリーンカスタマイズドリンク、ナックルズの大隊長ドリンク、クラシックソニックの音速ソーダ。
これら限定フード&ドリンク各1品プラス通常のバイキングがセットになったコラボセットは大人2180円、小人1510円、3歳以下650円。セットの注文で特製ステッカー、1016種が1枚もらえ、限定フード&ドリンクの追加注文、ステッカー1枚付き、が500円で可能だ。コラボメニュー1回の注文ごとにもらえるステッカー、どの絵柄かはランダムだ。早くも意気投合したのか、剣を突き合わせてフィストバンプ。ソニックカフェに来店した感想は、中村コンセプトアートが貼り出されていたり、アバターのカスタマイズを料理として表現するなどもされていて面白いことをさせていただいて、ソニックフォースの世界が感じられますね。立花、ソニックシリーズもスイパラも大好きなので、その二つが融合するだけで幸せなことです。メニューもそうですし、お店に隙間なくソニックがいてくれるので、一人で行っても楽しいだろうし、素敵なクリスマスツリーもあるので、お店に来ていっぱい写真を撮って、美味しいものを食べてほしいです。試食したメニューの中でおすすめはどれでしょう？中村私は食べていないんですけど、ソニックのブルーブーストカレー、ですね。あれは食べたかった。それと、パンケーキはカスタマイズできるところが売りになっているので、ソニックなどを書いて SNS に投稿してくれたら嬉しいです。立花カレーは抜群に美味しかったですよ。アバターのパンケーキは、ふかふかで美味しかったのと同時に、自分の画力が試せるチャンスなので、女子にはたまらないと思います。本日発売となったソニックフォースの感想をお聞かせください。中村約4年をかけてようやく世に出すことができて感慨深いのと同時に新たなステップに踏み出していきたいです。ソニックフォースはシリアスで壮大な冒険が自分自身のキャラクター、アバター、とソニックとで楽しめるようになっているので、しゃぶり尽くすまで遊んでくれたらと思います。本作の魅力をお聞かせください。中村一番大きいのは、久しぶりのハイスピードアクションが楽しめることです。3つのプレイスタイルで楽しめて、その中には今までになかったアバターという要素もあります。自分で自由にカスタマイズできるのに加えて、ネットワークを介して、他のプレイヤーのキャラクターをレンタルすることができます。世界の 99% がエッグマンに支配された世界を、皆さんの力で救い出してくれたらと思います。立花さんの、これまでの、ソニック、との関わり合いは、立花初めて遊んだ、ソニック、はゲームボーイアドバンス版、ソニックアドバンス、だったんです。そこからゲームはもちろん、ゲームセンターでプライズのぬいぐるみを取りたかったり、アニメを見たりしていました。これまでセガさんとは、ぷよぷよ、ぷよぷよアイドリング、メンバー、や、黒ひょうに、キャバクラ条約、サカツク、レポーターの本人役、セガネットマージャン MJ、イベント出演、とご縁があったんですけど、ようやくソニックさんとお仕事をさせていただくことができました。素敵なカフェで中村さんともご一緒できて嬉しいです。カフェ常設されている私有機で、ソニックフォースをプレイする立花さん。スピード感が抜群な上で、海や街などいろんなシチュエーションが楽しめるのがいいです。とコメント。ちなみに、シリーズ通して好きなキャラクターはテールスだそう。読者にメッセージをお願いします。中村、
ソニックフォースはマルチプラットフォームタイトルです。例えば任天堂スイッチ版をカフェに持ち込んで二人で競争することもできるので、ソニックのことを友達と話しながらプレイしてもらえたら、とてつもなく楽しい時間を過ごせると思います。もちろん、スイパラさんの美味しいメニューをしっかり食べていただきながら、立花タンから端までソニックがそばにいてくれる空間でオリジナルメニューを楽しめるので、ソニック、好きの人にとってみればたまらない空間だと思いますし、これをきっかけにゲームをプレイしてみたいと思う方もいると思うので、ぜひ足を運んでメニューを召し上がってください。なお、11月12日16時からは、中村氏と立花さんも出演する、ソニックフォース発売記念生放送番組が配信になるとのこと。詳しくは公式サイトをチェックしよう。セガゲームスは、2017年11月9日発売予定のプレイステーション4、任天堂スイッチ、Xbox One、PC 用ソフト、ソニックフォースについて、同作の発売を記念して、11月12日16時より公式ウェブ生放送番組を YouTube ライブ、ペリスコープにて配信することを発表した。